どうも、吉田です。お願いします。本日6月23日、対ベイサーズ、1対3負けました。負けました。はい。負けました。試合前も、まあ、岡田監督がね、まあ、あっち今永で、こっちビーズリーだから。まあ、まあ、負けても仕方がないじゃないけど、まあ、そこまでその勝ちに、なんかこだわってないみたいなことを言ってましたけど、やっぱ負けるってムカつくわ。なんか。うん。普通にムカついた。うん。結構まあ、もうこっちもね、タイガースファン、僕的にも、まあ、ビーズリーで、まあ、相手生物が今永だから、まあ、ある程度覚悟はしてたんだけど、今、ムカつくわ。やっぱ負けるのって。いや、ムカつく。すごいムカ、イライラしてる、今。マジで、イライラします。はい。ここで喋ってますけど。ムカつく、うん、完封負けだったらボゲー出てたかな。いや、結構ムカつくわ。いやー、本当にね。いや、今日は、てかね、前回、今永、攻略っていうか、結構5点、5、6点ぐらい取ったよね。今永攻略してたし、まあ、ちょっとね、今日僕、ベイスターズの試合中見に行こうかなと思ってたんですけど、まあ、行けなくて、っていうのがあって、行こうと思って行けなかった試合って、なんか、勝つっていう、なんか、個人的なジンクスあったんですけども、普通に負けましたね。うん。ムカつく、普通に。ムカつくわ、負ける。うん。もう今なんかちょっと良すぎたね。今日は、まあ、本当に。いやー、まあ、初回と、まあ、初回点取っときたかったね。ちょっとね。まあ、初回と、本当に、8回 ?7 回かな ?8 回か、ノイジーの打球ね。うん。まあ、あとちょっとでホームランだったんですけども、まあ、そこの一伸びが、ないということで、いや、ちょっとね。いや、しんどいっすね。ちょっとノイジーに関しても。まあね、結構もう使ってますからね。十分もう、ノイジーのことをもう、いや、そこまでこだわる必要ないし、なんか、まあ、ちょっとね、まあ、いろいろね、まあ、ちょっと、まあ、いいところもあったんですよ。やっぱ、馬場がね、今日は良かったです。馬場が。うん。馬場が良かった、本当に。ピッチングも良かったですし、そしてね、今日はね、石井大地もめちゃくちゃ良かったですね。もうほぼほぼ完璧なピッチングということで。馬場のあのスイングも良かったですね。打席での、スイングも良かったんですけども、うん。まあ、なんだ、なんかケラーがね、珍しく2イニング投げて、いやー、ちょっとケラー去年の後半の方が良かったなっていう感じありますよね。ちょっとケラーこの感じだとね、今年でちょっと見納めかなって感じがしますね。ちょっとね、さすがにちょっと、いやー、なんていうのかな、まあ、勝ちパに入るイメージが湧かないというか、ケラーもうちょい使ってほしいんですけど、やっぱああいうピッチングされちゃうとちょっとね、ちょっと困ったなっていう感じですよね、本当に。いやー、今年見納めかなって感じは、まあ、しますね。うん、しょうがない。まあ、しょうがないんだけど、まあ、します。はい。で、まあ、先発ビーズリーね。うん。ビーズリーね、ずっとね、前回登板の時も、登板前も長いイニング投げて中継ぎを休ませてあげたいって言ってたんですけど、結局今日は3回。で、降板ということで、まあ、ちょっと早いかなと思いました。まあ、4回まで投げさせてもいいのかなとか思いましたけども、まあ、結局ね、フォアボールが多いのはちょっと痛いな、まあ、やっぱり。ちょっとまあ、まっすぐは早いんだけどね。なかなか空振り取れてる感じもしないしね。なんかね、まあ、ウィニングショットじゃないけど、なんかそういう球もちょっと、ないような感じがして、ちょっとまあ、難しい。もう普通に。修正してほしいわ。もうちょい。だったらば、切り式とかのが見たいかなって感じがしますね。うん。まあでもね、やっぱり、ポテンシャルあるから、やっぱ、まっすぐ速いとか、やっぱ魅力的だからね。まあ、なんとかね、メッセンジャーみたいな感じになってほしい。メッセンジャー言い過ぎかもしれないけど。そんぐらいやっぱ、なってほしいっちゃ、欲しいですけどね、本当に。いやー、まあね、本当にね、
で、そんな感じかな。今日はまあね、岡留のね、岡留の、岡留のピッチングを見たかったんですけども、まあ、ピッチング見れるかなと思ったら、まあ、ケーラー引っ張ったんで、うん、まあちょっと岡田監督何考えてるのかちょっとよくわかんないですけども、だから本当によくわかんないね、そこに関しては。だって明日が、東でしょ？相手先発が。東、バウアー。うん、で、こっちも、伊藤正史。で、あさって、日曜日が佐伯ということで、まあ投手戦になるからね。絶対に。まあ、そこでね、岡留を使うっていうのはちょっとあまり考えられないから、今日試しとかなくてよかったんかなって感じしますけども、まあまあ、石井大地とかね、まあ故障明けで、まあちょっと、まあ、試せたし、っていうのはまあ良かったのかなと思って、おります。ということで、まあね、まあ今日まあ近本にもしっかりヒット出て、まあ梅ちゃんも打って、まあ大山の一発良かったですね。うん。いや最後ね、最後ミエセスの、まあ、ハーフスイングのとこ、ちょっとまあ、なんか変な感じでしたけども、いやなんかね、いやちょっとまあ、このね、最終回のね、感じを、勢いをね、うん、明日の初回に持っていきたいですね。明日の初回。明日は負けられない。明日は、絶対、負けたらボゲーが出る。うん、本当に、うん。マジで。明日は負けられないよ。明日、明後日は。本当に。うん。まあ、今日は覚悟してた。けど、やっぱ負けるのはムカつく。うん。まあね、まあ森下もね、久々に、まあ一軍戻ってきましたけども。よくデッドボール当たるね、本当に。森下はね、よくデッドボール当たるなという感じが、しますね。いや、本当にね。いやー、まあ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 。うん、ちょっとまあ気になるところが多い。まあ、木並みもどうなんだ、やっぱ疲れてきてんのかなーって感じもしますけども、いやー、ちょっとまあ明日の戦、まあ、タイガースのね、スタメンにもちょっと、まあ、期待というか、まあその、まあちょっと注目ポイントでありますね。やっぱり、うん。そろそろね、見切りつきましょう、岡田監督。うん、ノイジーとか、の使い方もね、変えていきましょう。まあ、別にノイジー出てるのはいいんだけど、別に3番で使うっていうのはね、ちょっとね、やっぱり、うん。問題ありなのかなっていう。早いところね、そこの判断をしてね、後半戦もね、やっぱノイジーの力、やっぱ力、必要になるとき、ところは出てくると思うんで、うん。まあまあまあ、使い方とかもね、まあせっかくね、まあ、いい選手、前側とかね、いますし、うん。まあどうなるのかわかんないですけども、という感じですかね、今日は。うん。マジで。いや、今日はね、本当にね、いやー、結構、なんやかんやムカついた。結構ね、まあ自分の心を抑えてはいたんだけど、まあ負けるって言えばムカつくなって感じしますね、なんか。普通に、やっぱね、負けてる時はね、やっぱ動画撮りたくない。普通に。その、憂鬱。うん、負けをね、整理するのってやっぱ嫌だからね。うん、ということで、明日、明後日、これで 1.5 ゲーム差、ベイスターズと、うん、明日、明後日マジで勝とう。マジで勝とう。勝たないといけない。マジで、うん。ということで、マジで明日は勝ちましょう。はい、ということで明日はね、勝って皆さん、お会いしましょう。今日の動画以上になります。ありがとうございました。チャンネル登録してほしい。